キサラギ闇のカバンの中紹介、今日はいつも私が出かけるときに持ってくものをご紹介したいと思います。こちらでございます。基本ね、このシナモンくんのポーチと iPad とスケジュール帳を持ってってます。まずはこのシナモンくんのポーチ、サンリオピューロランドで作ったシナモンくんのお名前キーホルダーと耳栓をぶら下げてます。中身はこんな感じですね、充電器とペン3本となんかノリが入ってます、使った記憶はないですね。充電器はこちらアンカーさんのパワーコアフュージョン 30W というのを使ってます。コンセントにそのまま刺せるモバイルバッテリー兼充電器なのでとても使い勝手がいいので地味におすすめです。あとは iPad、 普段ねこれでイラストの作業してます。メイドカフェなんかでも作業できるので、もう結構今ではなくてはならない相棒でございます。ただ最近ちょっとね不調気味で買い替えようかな、どうしようかなって迷ってます。最後にこのスケジュール帳ですね、原田隆さんの目標達成ノートというのをスケジュール帳として使ってるんですけども、これを使って現状目標達成した記憶はないですね。ただこんな感じでルーティンとかタスクの管理しやすいので、ああなんだかんだ使ってるなって感じです。どうでしょう、参考にならなかったかもしれませんけども、何か気になることあればぜひコメント欄までお願いいたします。バイバイ。